本日3月24日土曜日、時刻は、お昼の12時半ですね。気温は約21、22度ぐらいで、かなりポカポカ陽気ですね。暖かくなってきましたんでね、ちょっと生き物散策をね、してみたいなと思います。なんかいたらね、捕まえてみたいですね。こんな感じで。どこを触ってももう暖かいですね。用水路はまだ何も落ちてないですね。で、ここがよくスッポンがいる。あ、今赤耳落ちたの分かりますか？赤耳ガメっていうミシシッピ赤耳ガメがここで日光浴してましてね、それが今水の中にポチャンしましたね。赤耳ガメとクサガメがポチャンしましたね。けどめちゃめちゃ水入ってきた。こんな感じで、カメがね、2匹いましたね。ちょっと、こっちがオスで、こっちがメス。で、オスのね、赤耳カメはこんな感じで、爪がね、長いですね。この爪を使って、メスにね、こうやって、求愛行動をします。だからこれ、多分ペアですね。まあ、こっちがメスです。メスの爪はね、あんまり長くないですね。こうやって見比べると一目瞭然ですよね。おい。いや、ここの、多分ここの水路は、まだ他にも赤耳がいるんですけど、主にスッポン、赤耳ガメ、この2種類のカメが、共存している場所ですね。で、クサガメっていうね、一般的な日本のカメ、まあ、日本原産ではないんですけど、細かく言うとね、中国のカメさんで、そのクサガメはあんまりここにはいません。やっぱり長靴もこうやって、長靴も一回水入っちゃったら一緒だね。あと、生き物を捕まえてるとね、ああいうね、たまたまカメがいたりとかもうザラにあることなんですけど、やっぱりそういうのを知らないね、視聴者の方とかがやらせじゃないかとか言ってくることがあるんですけど、そんなことは一切ありません。自分のね、日常で起こり得ないことをね、すべてやらせ認定することはね、本当に滑稽なことですのでやめてください。赤い網取ってちょっとこの今渡してくれてありがとう。はい、このね、まあただのね、まあ網というかただ袋みたいな、ものなんですけど、これを使ってね、こういう落ちてるパイプとかをね、ここにバシャ入れると魚とかエビが取れることがあるので、ちょっとここにパイプ落ちてますんでね、やってみます。まあ、これで泥も一緒に入っちゃうんで、水洗いしてね、泥だけ落とします。あ、入ってますね。あんまり面白いのは入ってないですね。こちらがフナと口細ですね。あ、口細じゃないね。タモロコです、タモロコ。
土管の中にはね、こうやって魚以外にもスッポンの赤ちゃんとかが入ってることもあって、まあワクワクですよね。降りちゃう。歩ける。頑張ります。降りたら降りたでびちょびちょになっちゃうんで。いや、ここは濡れない。本当ですか。うん、その後あれもうないですよな、もう。え、大丈夫。もうあ、オッケー、そうです。あ、また。また赤ミミガメがねいますね。こちらもオスですね。爪が長いのが分かりますかね。分かりやすい。分かりやすいですでしょ。はい。そういう陸地のところもしかしたらヘビとか出てるかもしれないからいたら教えて。分かりました。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、そこの陸地からだとね、はい、この、まあ、下がちょっと泥っぽくなってて、この泥のところにね、結構亀の足跡がついてますね。亀の足跡は、まあ、かなりわかりやすくて、てん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 ってなってます。なるほど。で、真ん中に一本線が引いてあって、それが尻尾を引きずった跡ですね。だから、こっちまで来たら多分もういないわ。だから別の場所を移動した方がいい。わかりました。かなり水が入っちゃいましたね。でちょっとね、新しいというか別の、生き物を取る場所に移動します。今ね、見てわかるように池にやってまいりました。ここの池はね、昔の動画でたくさん魚とかね、ニシキゴイとかいろんな魚、あるいはまあ全部魚ですね、ライギョとかそういった生き物が夏場ねめちゃめちゃ浮いて死んでた場所ですね。でこの公園をちょっと散策してみたいと思います。でここね、釣りが OK な公園で、まあちょっと、ね、ちらほらとね釣り人の方がいらっしゃるんですけど、僕は釣りはね卑怯者がする行為だと思ってますんで釣りはしません。アオサギの死骸ですね。アオサギは日本最大のね、サギの仲間ですね。で昔このサギが死んでたのを用水路で見かけて、このサギの足でね、出し取ってうどん作りましたね。懐かしい思い出ですね。ここの池に生息しているカメの種類としてはもう全部が全部アカミミガメですね。クサガメ、イシガメ、そういったカメは生息してません。なんかいた。あ、逃げちゃったわ。見た。いや、分からなかったです。めっちゃ甲羅干ししてるの分かる。はい。すごくない？すげえ。逃げられちゃった。早いっすね。赤ミミガメベビーです。カナヘビがいました。こちらのカナヘビはまだベビーですね。見てわかる通りかなりちっちゃいです。ちっちゃいでしょ？ちっちゃいです。
またベビーがいました。これは本当にさっきのベビーよりちっちゃいベビーですね。去年生まれですね。で、カナヘビはね、見てわかる通りこうやってちっちゃいんで、まあ大人でもね、大きくてだいたい尻尾まで入れて15センチぐらい。で、オスの方が大型化して、捕まえるときね、まあ力加減が大切ですね。あんまりグッてやると内臓出ちゃうんで、優しく捕まえることが大切ですね。またカナヘビがいましたね。ここかなりカナヘビ多いです。こうやって、干し草とかね、枯れ草が積もってる場所はカナヘビが多くて、ニホントカゲって言って、子供が尻尾が青いね、キラキラしてるトカゲが多い場所は、だいたい石垣の場所ですね。そういう石垣の隙間に生息してる生き物になりますんで、ニホントカゲは石垣、カナヘビはこういう草が堆積した場所に多いですね。わかりやすいでしょ？わかりやすいです。この公園の池を一周、だいたい一周ですよね。はい。し終わりまして、まあね、カナヘビとかアカミミガメ、そういった生き物が見れて撮ることができましたね。はい。で、まあ先ほどね、最初に拾ったこのアオサギの死骸は全部持ち帰るわけにはいかないんで、やっぱりこうやってところどころね、あの目とか腐ってたりして、かなり匂いが強いですよね。はい。で、匂いが強いんで、この足の部分だけね、足一本でもいいんですけど、今ハサミないんで、ちょっと。まあこんな感じで、足の片方だけね、記念に持って帰ります。で、このアオサギのまあちょっと特徴というかね、その説明としては、まあこれ今繁殖期に死んだサギさんですね。先ほど最初に言ったようにね、ここは釣り人が多いんで、もしかしたら釣り人がね、絡まって死んだのかなと思ったんですけど、そういうわけでもなさそうで、原因は不明です。で、こちらがアオサギ特有の飾り羽ですね。ちょんまげみたいなのが生えてますね。大きいでしょ？大きいです。で、こちらが足です。またね、これからの時期、暖かくなりますんでね、さらにね。ね。はい。暖かくなりますんで、こういったね、生き物の散策もね、頻繁に行えるようにね、なるんじゃないかなと思います。ね。はい。そしたら、本日はね、以上となります。